実況パワフルプロ野球。広島です。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の三浦、対するカープの先発はバリントン。以上の両先発、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、ベイスターズの攻撃。先頭バッターは石川。第9投げました。初球から打った菊池、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました。1球目ストレート空振り。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。まっすぐに振ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。打った、流し打ち、レフトの左、クリーンヒット。梶谷一塁回って二塁へ。梶谷ツーベースヒット。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番モーガン。コナ一二塁間へ、キラ取った、一塁へトス。バリント取ってアウト。ツーアウトランナー三塁に変えます。第9ボール、まずは外角高め、投げた、ボール。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた、見送ってボール。カウンター3ボールノーストライク。第4球を投げた、4球目はストライク。第5球投げた、高め決まってストライク。第6球を投げた、
打った、右中間へ持っていきましたが取りました。サードランナー残塁、ベイスターズ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは丸。第9投げた、変化球ストライク、インローへ。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、センターからセカンドへ。丸ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。シュートはボール。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げました、高めボール球打った、ライトへ飛んだ、ヒット、菊池ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。ボール、バッターよく見ました、肩越しにランナー見た。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、強引に振りに行った、少し迷ったか、投げました、見送ってストライク。投球これから5球目、流し打ち、どうだ、三塁線のゴロ、アウト。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ランナーは4番エルドレッド、最悪でも犠牲フライが欲しいところ。投球これから2球目、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目、高速スライダー、ボール、カウンター3ボール。次は4球目、投げました、見送ってストライク、1球見送りました。次は5球目、投げた、変化球、見送ってフォアボール。満塁のチャンスにバッター松山、最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げた、シュートはボール、インコース高め、際どいボールよく見ました。カウントワンボールワンストライク、投げた、インコース高め、空振り。次が4球目、投げた、アウトサイド直球はボール、カウントツーボールツーストライクです。さあ5球目、打った、ピッチャー返し、三浦今拾った。強襲の打球で負傷したらしく現在治療中とのことです。どうやらゲームに復帰するのは難しいようです。藤江ピッチャー負傷により急遽マウンドに上がります。ピッチャー代わりまして藤江、バッターは6番ソヨ。第9打った、初球打ち、左中間に打球が飛んでいます、ヒットになります。打球が転がっている、ボールは中継、カープこの回2点目、ソヨギツーベースヒットを放ちました。カープ2点入りました。さあ石川ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして2対0カープ、まずは先制しています。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターボックスは中村、投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。第2球これも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見送ってストライク。第2球これは見送ってボール、チェンジアップ外れてワンボールワンストライク。第3球は3球目、空振り。投球これから4球目、ボテボテの当たり、木村掴んだ、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは荒波、投げました、初球打ち、伸びる、なおも伸びる、ライトに上げた、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。見事に初球を捉えました。ベイスターズ1点返しました。チームメイトが迎えます。次のバッターは鶴岡、キャッチャー鶴岡。第9投げました、外角外れてボール、
第2球投げました。外角低め、ボール。カウンター2ボール。投球はこれから3球目。変化球ストライク、低め。第4球を投げました。ツーシーム空振り。タイミング合いません。さあ5球目。ボール。はっきりしたボール球。カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目。外れた。フォアボール。バッター藤江。第1球投げました。インローに送ってストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球、これはセカンド正面。菊池ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対1ベイスターズ、この回1点を返しています。これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスは石原。投げた。初球決まってストライク。キャッチャー石原。第2球投げた。ボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。インコース低め、外れてボール。投球これから4球目。ボール。カウントは3ボールワンストライク。投球これから5球目。低め見送ってフォアボール。いきなり歩かせてしまいました。バッターはバリント。第9球、初球送りバント、ピッチャーへ転がした。一塁アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9球投げた。アウトの際どい球、ボール。第2球投げた。アウトローへストライク。第3球は外角低め、見送ってストライク。第4球はボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた。アウトロー。フォークは外れてボール。わずかに外れました。カウントは3ボール2ストライク。空振り三振。バッターは2番菊池。第9球投げました。初球を打ちました。センターへのフライだ。ヒット。ボールが転がる。ライトからセカンドへ。カーブ。さらに1点追加。菊池ツーベース。カーブ1点入りました。さあこれでツーアウトランナー2塁。カーブなおもチャンスが続きます。セカンド牽制球です。タッチはセーフ。2塁はセーフ。ボール。膝元際どいところ。カウントは2ボールノーストライク。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました。3球目はストライク。第4球を投げました。直球ストライク。インハイへ。タイミング合いません。追い込んで第5球ストレートはボール。外角へ。外角外れて3ボール2ストライク。第6球を投げました。インコース引っ張った。打球はライト右へ。アルボール。投げました。よく見た。フォアボール。この回2人目のフォアボールです。バッターは4番エルドレッド。カープ追加点のチャンスを迎えています。第2球ストレートはボール。わずかに外。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。スライダーはボール2ボール1ストライク。バッティングカウント。第4球を打ちました。三遊間の当たり。二塁へ送る。二塁アウト。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして3対1カープリードを2点としています。ベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。バッター石川、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。セカンド石川。1球目ストライクから。第2球投げた。外角高め際どい球、ボール。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。打ちました。抜けた。石川ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは柿谷。投げた。初球を打った。ライトの頭上掴みました。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッターはモーガン。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球石川走った。二塁送球はどうだ。タッチアウト。ツーアウト。投球は3球目。
投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、外角高め、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、外のボール球打った、レフトへの当たり、これはヒットになります。モーガンヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはブランク。第1打席はライトフライに倒れています。一塁へ一つ牽制球を送りました。タッチセーフ。第2球、もうこれはわずかに外れています。カウントは2ボールノーストライク。もう一回一塁へ牽制球、一塁タッチセーフ、また牽制球、タッチはセーフ。バリントン再三ランナーを牽制します。もうカウントは3ボールノーストライク。第4球を投げた、見送ってストライク。ツーアウトランナー一塁、タッチセーフ。次は5球目、投げた、低め外角ストライク。第6球を投げました、一塁ランナー自動的にスタート、三振。3回の表が終わって3対1カープ、2点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスは松山、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。低めストライク、初球まずは入れてきました。第2球、打った、痛烈な当たり、ショート強襲、そして今拾い直した、松山ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。第9球外れた、ボール際どいところ。第2球投げました、バントしました、ピッチャーの右へ転がした、一塁へ送る、アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9球初球外れても、第2球もう大きく外れました。カウントは2ボールノーストライクです。第3球低めボール球打った、梶谷取った、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。藤江マウンドを降りまして、右の長田今日3番手としてマウンドに上がります。ランナー1人を置いて迎えるバッターは石原、最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げました、内角際どい球、ボール、胸元際どいところ、カウントワンボールワンストライク、投げました、スライダー、ボール、アウトローへ。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、セカンドライナー、結局2塁残塁で終了です。3回まで終了しまして3対1カープ、この回0点に終わっています。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは中村、最初のバッターボックスはライアンボールに倒れています。第2球投げました、低めチェンジアップ外れても、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、打った、ライナー破った、ヒット、中村ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは田村、最初のバッターボックスは初球バント、ピッチャーの右へ転がした、2塁アウト、これはアウトです。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第9球初球外れても、一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。第2球チェンジアップ見送ってストライク。第3球を投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、抜けた、ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。初球外れても一球外します。第2球投げた、あっと冒頭だ、石原今拾った。第3球を投げた、打った、いい当たりだ、センター下がった、センターへ持っていった、ヒット、ボールは中継、ベイスターズ1点返しました。鶴岡ツーベースヒット、ベイスターズ1点入りました。さあこれでワンアウトランナー2塁3塁、ベイスターズなおもチャンスが続いています。初球外れても、第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、ストライク、これは完全に振り遅れ。
第4球はバットの先、ピッチャーそよぎボールを取る、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、初球から打ってった、ファーストは正面、そのままベースを踏んで3アウト、3アウトチェンジ。4回の表が終わって3対2、ベイスターズこの回1点を返しました。長田降板、小林今日4番手としてマウンドに上がります。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターバリー見送ってボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、空振り。第4球を投げました、ボール。カウント2ボール2ストライクです。投げました、打った、中村掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは丸、今日3打席目。第9球投げた、打ちました、初球打ち、1、2塁間への当たり、1塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。今日2本のヒットを放っている菊池、ストライク。初球ストライクから第2球投げた、アウトローに送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、低め、ボール。投げた、打ちました、破ってった、菊池ヒットを放ちました。これで3安打猛打賞。初球空振り、1球目空振りから投げた、スライダー見送ってストライク。追い込んでから第3球を打ちました、1、2塁間のゴロ、抜けた、キナヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。投げた、決まった、ストライク。まずは初球決めてきました。セカンドランナーちらっと見た、投球これから2球目、低めボール球打った、石川がっちり取って2塁アウト、スリーアウトチェンジ。2アウト1塁2塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。4回の裏が終わりまして3対2、カープ現在1点をリードしています。ベイスターズこの回は2番からの好打順、バッターは梶谷、チェンジアップ見送ってストライク。第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、打った、痛烈な当たり、センターへの打球、センター前ヒット、クリーンヒットです。梶谷ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ファーストランナーをちらっと見て第2球投げました、ストレートはボール、アウトコース高め、わずかに外れて2ボール。投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライトへ飛んでいきました、ライト前クリーンヒット、モーガンヒットを放ちました。さあノーアウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。投げました、初球を打ちました、ライト落下点に入りました、取りました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。投げました、外のストライク、初球まずは入れてきました、セカンド牽制、2塁タッチはセーフ。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、高めストライク、少し迷ったか。第4球を投げた、打った、レフト前進、ヒットになります。レフトバックホーム、中村ヒットを放ちました。さあワンアウト満塁とチャンスを広げました。満塁のチャンスにバッター田村、今日はサードゴロとピッチャーゴロ。第2球ボール、外角高め、カウントは2ボール。第3球を投げた、速球ストライク、外角高め、タイミング合いません。次が4球目、投げた、高め際どい、ボール、バッターよく見ました。カウントは3ボール1ストライク。投げた、5球目はストライク。第6球を投げた、外角低め1回、見逃し三振。ここまで2安打の荒波、投げました、初球打った、がっちりと掴みました。
三塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。5回の表が終わって3対2カープ1点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。今日ヒットを放っている松山、投げました、直球低めボール。第2球投げました、縦のカーブボール、際どいボールよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。直球に送ってストライク。第4球を投げました、空振り、タイミング合いません。第5球投げました、ストレートはボール、ボールカウント3ボール2ストライク。さあ6球目投げた、外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。今日ツーベースを打っているソヨキ、ボール。第2球投げた、ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした、アウト、ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。投げた、初球から打ってった、サード正面のゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッター石原、今日はフォアボールとセカンドライナー。第2球投げた、ストライク決まった、これは完全に振り遅れ。投球はこれから3球目、空振り、少し迷ったか。第4球を投げた、ボール、カウンター2ボール2ストライク。次は5球目投げた、打ちました、サードがっちり切ってサードから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。2アウト2塁のチャンスでしたが得点には至りません。5回の裏が終わりまして3対2カープ、この回無得点です。ゲームは後半に入ります。バッター鶴岡、これが3度目のバッターボックス、直球に送ってストライク。第2球投げました、流し打ち、ファール。投球は3球目投げました、打ちました、レフトへの打球ヒット、鶴岡ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9球投げました、初球送ってきました、あーっとショーフライになった、鶴岡飛び出している、ツーアウトランナーなくなりました。投げました、初球はチェンジアップ空振り。さあ次の投球投げました、ボール、1球外してきました。第3球ストレートに送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ったに当たりだ、打球は左中間に上がった、これはヒットになります。石川ツーベースヒットを放ちました。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは梶谷、一打同点のチャンス。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。二塁タッチセーフ、投球は3球目投げた、打った痛烈な当たり、右中間に打球が飛んでいます、クリーンヒット、ボールは中継、ベイスターズ追いつきました、勝ち谷、ベイスターズ1点入りました。さあこれで2アウトランナー2塁、ベイスターズなおもチャンスが続きます。第2球投げた、打ちました、いい当たり、左中間に打球が飛んでいます、センター前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、ベイスターズ1点リードに変わりました。右バッターボックスは4番ブランコ、第9投げた、初球空振り。第2球投げた、直球決まってストライク、ポンポンとストライクを取ってきました。第3球を投げた、1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。次が4球目投げました、打ったに当たりだ、どうだ、これはいったか、いった、ホームランだ、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。今チームメイトが迎えます。今日2本のヒットを放っている中村、第9投げました、見送ってストライク。第
2球投げました。ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目投げました。打ちました。菊池ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって6対3、ベイスターズ3点リードに変わっています。小林マウンドを降りまして、右の太田今日5番手としてマウンドに上がります。代打は岩本。第9球投げました。打ちました。初球打ち、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは丸。今日はここまで3打数1安打1三振。投げました。もうこれはわずかに低いか。投げた。直球ストライク、低め。投球はこれから3球目ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた。打った。痛烈な当たり。左中間に打球が飛んでいます。クリーンヒット。丸ヒットを放ちました。これで今日は4打数の2安打。今日3打数3安打の菊池。ストレートはボール。第2球投げた。一塁打ちました。ヒットエンドラン、抜いていった。菊池ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。ボール。第2球投げた。2球で空振り。タイミング合いません。肩越しにランナー見た。投げた。アウトコース高め。ストレートは外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球は打ちました。いい当たり。ライトバック荒波見送った。ホームラン。同点スリーランホームラン。カープファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった。ストレートを狙い打ち。太田がっくりと肩を落としています。キラ一振りで同点。バッターはエルドレッド。これが4度目のバッターボックス。第1球初球を打ちました。ピッチャー返し。石川フォロー。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター松山今日4度目のバッターボックス。第2球投げた。外角低め見送ってストライク。第3球を投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。空振り。タイミング合いません。追い込んで投げました。打ったいい当たりだ。梶谷取った。ショートから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。6回までが終了しまして6対6、カープこの回3点返して同点としています。バリントン降板。マウンドに上がったのは横山。今日2番手としてマウンドに上がります。試合は終盤7回に入ります。バッターボックスは田村。これが4度目のバッターボックス。投げました。初球空振り。これは完全に振り遅れ。第2球投げました。インコース低めストライク。第3球を投げました。1つ外した。ボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目打ちました。頭上を越えた。ボールはライトへ飛んでいきました。田村ヒットを放ちました。初安打。ここまで2安打の荒波。初球から送ってきました。ピッチャーの右へ転がした。菊池取ってアウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー2塁に変わります。初球引っ張った。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは第5後藤。第9投げた。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げた。これはボール。はっきりしたボール球。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。スライダー決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。ボール。平行カウント。さあ5球は5球目打って、これは平凡な当たり。セカンドボールを掴んだ。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。ベイ
太田マウンドを降りまして大原今日6人目のピッチャーとして登板です。7回の裏カープラッキーセブンの攻撃に入ります。初球打ったヒット、センター前に出る、そよぎヒットを放ちました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした、一塁へ送るアウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。初球から打ってったレフトへ行った、掴みました、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして6対6カープラッキーセブンの攻撃は0で終わりました。横山降板、長川今日3人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。今日2本のヒットを放っている石川、投げた内角低めボール。ベイスターズの攻撃は投球これから2球目、石川ボール、アウトコース高め、カウントは2ボールノーストライクです。投げた低めの球空振り、タイミング合いません。次は4球目、投げました、打った痛烈な当たり、ショート右アウト、これでワンアウトランナーはありません。今日3本のヒットを放っている梶谷、投げましたボール。さあ次の投球、投げました低め、直球は外れてボール、カウンター2ボール。第3球を投げました、落としたボール、ここはよく選びました、カウント3ボールノーストライクです。第4球を投げました、ストライク、ここは1球見送ります。投げました、直球ストライク高め。次がラストボール、投げた、インコース引っ張った、破った、ライナー破った、クリーンヒット、打ったバッターは二塁へ向かった、ボールは中継、梶谷ツーベースヒット。さあワンアウトから勝ち越し、ベイスターズ代走を送ります。内村二塁に入りました。今日3安打猛打賞のモーガン、ネクストバッターサークルにはブランチ。さあ次の投球、投げた、インコース高めストライク、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、ストレートに当たってストライク、バッター追い込まれました。肩越しにランナー見た、次は4球目、投げた、ストライク、空振り三振。先ほどツーランホームランを放っているブランチ。第1球、初球フォークボール空振り、これは完全に振り遅れ、セカンドランナーチラッと見た、初球空振りから第2球打ちました、いい当たり、セカンド強襲、打球が転がっている、バックホームする、ベイスターズここで勝ち越しました。ブランコヒットを放ちました、ベイスターズ1点入りました。さあこれでツーアウトランナー1塁、第2球投げた、2球目はストライク。第3球を投げた、ボール大きく外れました、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、ブランコ3塁を狙う、中村ヒットを放ちました。さあ2アウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。中川マウンドを降りまして右の今村、今日4人目のピッチャー、ベイスターズ代走投入です。宮崎1塁に入りました、2アウトランナー1塁2塁となりまして田村、インハイに送ってストライク。に変わりまして宮崎ファーストランナーは二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ったセカンド左への打球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって7対6ベイスターズ1点勝ち越しです。大原降板、捜査今日7人目のピッチャーとして登板です。ピンチヒッターは広瀬、第9投げました、アウトコース高めストライク、まずは初球決めてきました。第2球投げました、外角高めボール。投げました、ストレートはボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を
投げました。決まった、ストライク。少し迷ったか。追い込んでから投げました。インコース高めいっぱい、見逃し三振。ここまで2安打の丸。第1球投げた、初球打った、ショートバウンド取った。好プレーを見せました。これで2アウト、ランナーありません。今日4打数4安打の菊池、初球外れても。第2球投げた、もう。第3球見送ってストライク。第4球を投げた、4球目空振り。次は5球目、ボール。カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目。打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。軽快な守備を見せました。3アウトチェンジか。結局この回3人で攻撃は終わっています。8回の裏が終わりまして7対6、ベイスターズ1点リードは変わりません。今村マウンドを降りまして、右の中田、最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。さあ、いよいよ9回に入ります。今日2本のヒットを放っている荒波、投げた、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、直球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ストレートはボール。カウント2ボール2ストライクです。投球これから5球目。打ったいい当たりだ、右中間に打球が飛んでいます。ライト後方、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、荒波ツーベースヒットを放ちました。ここまで2安打の鶴岡、ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。2塁タッチはセーフ。第1球投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、膝元外れてボール。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、3球目はストライク、1ボール2ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、打ちました。菊池ボールを取る、セカンドから一塁送球、中田取ってアウト。ワンアウトランナー三塁に変わります。投げました、初球空振り。第2球投げました、ストライク。早くも追い込んでいます。投球はこれから3球目、ボール。完全なボール球、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げます、空振り三振。今日2本のヒットを放っている石川、第1球初球外れても。第2球投げた、内角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球はボール、カウントは3ボール1ストライク。さあ投球は5球目、スライダーはストライク。サードランナーちらっと見た、投げた、打った、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット。ベイスターズさらに1点追加、石川ツーベース、3安打猛打賞です。ランナー1人を置いて迎えるバッターは内村、投げた、ファルボール。第2球投げた、2球目はストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球は低めの球、見逃し三振。9回の表が終わって8対6、ベイスターズ貴重な1点を追加しています。か、この回はクリーンアップからの攻撃になります。ここまで2安打のキラ、投げました、ストレートはボール。まずは低め、これはわずかに低いか。第2球投げました、ボール。カウントは2ボール、投げました、ライトへぐーっと伸びていった、これはもう来る、入った入った、ホームラン。ソロホームラン、赤一色に染まったライトスタンドに吸い込まれていきました。
エルドレッド、今日はここまで3打数ノーヒット。第9球投げました、ボール。まずは内角高め。第2球投げました、空振り。投球は3球目、投げました、ボール。これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。次が4球目、投げた、打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、ヒット、センターバック、ボールはセカンドへ。エルドレッドツーベースヒット、エルドレッドようやく代走を起用します。赤松二塁に入りました。ランナー一人を置いて迎えるバッターは松山。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。投げた、ストレートはボール、カウンターツーボール。振り返って二塁牽制球、二塁タッチセーフ。第3球を渾身のストレート空振り。第4球を投げた、打ちました、ファースト右へのライナー。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球ボール。第2球投げた、低めボール、わずかに外れてツーボール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、4球目はストライク。さあ5球目、見逃し三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは木村。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました、外れた、ボール。カウンター2ボール。投球はこれから3球目、ボール。カウンター3ボールノーストライク。投げました、打って出ます、内村。これは守備範囲内、アウト、ゲームセット。カープ1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは荒波。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように8対7カープ1点差で敗れました。勝利投手は大原、敗戦投手は長川、そして西武は捜査。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。